東北芸術工科大学、1947年制定の学校教育法に、のっとり、県内に位置する高等教育機関であった、山形高等学校、山形市販学校、山形青年市販学校、米沢工業専門学校及び、山形県立農林専門学校を傍体として、新生大学の山大学、山大が発足した。山大は、 国の一県一医大構想に沿って医学部を設置するなど、逐次、総合大学として、教育内容に充実させた。しかし、県下において短期大学等は整備されたが、四年生大学は山大のみの状況が続いた。このため、大学教育希望者の大半は、東京や仙台の大学を受験したほか、県下における大学進学率は、全国最低クラスに止まっていた。 この大学進学率の低さを憂慮した山形経済同友会の有志らが1975年頃から大学問題の検討を開始、同会は将来を展望した県政発展を担える人材育成の観点から新しい4年生大学の必要性を提言し、啓蒙を繰り広げた。県内各層において大学新設への期待が高まる中、 1985年4月に山形県が策定した第7次山形県総合開発計画では大学と高等教育研究機能の強化が主要プロジェクトとして掲げられた。また翌年3月山形市が策定した山形市第5次計画では特色ある新規大学誘致事業が方策として盛り込まれた。県と市の思惑が一致していたことからこの後 双方は協議を進め、1989年4月に県と市が共同で大学整備準備室を設置し、文部省と交渉に入った。同年6月、県と市は山形県議会に対し準備を進めてきた芸術工科大学の設立基本構想について、京都芸術短期大学2000年京都造形芸術大学に統合を運営する学校法人、 ブリ山学園理事長徳山義信から設置計画運営への協力の申し出を受けたこと設置の考え方としては芸術工科系大学は北関東以北には存在しないこと加えて経済のソフト化サービス化が高まり商品価値を高める芸術性が重要となっていることを挙げたそして私立大学として開学する方針も報告したこの後 同年12月には学校法人設立準備委員会が発足。翌1990年3月までに大学用地である山形市桜田定給料地の買収も終了。同年12月に文部省の認可が決定し、大学新設は実現の運びとなった。東北芸術工科大学、芸工大は、 山形県と山形市が大学の設置に必要な経費約150億円を接班拠出し土地、建物、教育施設、申請経費、創立時の運営費も含めれば総額196億円、法人による大学の設立段階までを準備委員会、県と市が行い、施設完成年度以降の運営は学校法人に委ねる公設民営方式をとることとした。 1992年4月1日に、芸工大は、初大学長に、久保正明、東京大学教授、西洋古典学を迎え、デザイン工学部並びに、芸術学部を設置し開学した。また、大学の初代理事長は、当時の板垣誠一郎知事が務めたほか、大学職員も、県と山形市から、多数出向した。本学開学により、 47都道府県中で、短大以外の大学が一つしかないのは、鳥取県のみとなった。近年は、宮城県仙台市から高速バスを用いて通学するものが多い傾向にある。2016年度新入生の出身都道府県は、宮城県が最多173人となり、地元山形県の167人を上回った。2011年6月に、 学校法人東北芸術工科大学が京都造形芸術大学を運営する学校法人ブリ山学園と2012年4月に学校法人芸術学者という一つの法人になる統合を目指していることが明らかに言った。しかし、同年7月、地元のフリーペーパー山形コミュニティ新聞が統合を疑問視する特集を掲載。その後、 元教授などで構成された統合に反対する東北芸術工科大学を愛する会がまさに発足した。同年8月に開会された山形県議会総務常任委員会で統合問題が取り上げられたほか衆議院文部科学委員会でも山形選出で自民党所属の遠藤敏明議員が県議会の同意がないと認可すべじゃないなどと発言。同年10月に県民を対象とした 説明会が開催され、山形県と山形市は2回、統合計画の不備を指摘する要望書を提出。大学側は、その都度、回答書の形で改善案を示すものの、同年12月には、山形県と山形市が、計画は拙速と、最終見解を示した。これらを受け、学校法人東北芸術工科大学は、理事会を開催し、対応を審議。 審議の結果、2012年4月の法人統合は見合わせ、文部科学省に提出していた認可申請を取り下げるとともに、当面法人統合の再申請を行わないことを決定。2012年1月16日に、学校法人東北芸術工科大学副理事長の古沢茂道弁護士が文科省を訪ね認可申請を取り下げた。芸工大は、 山形市南東側の上桜田の定段球面に、一市、東に、西蔵王高原と蔵王連峰を背負い、西には、市街地越しに、西部丘陵や、朝日連峰、ガス山等の山形盆地を形成する山々を、演望する。施設の設計は、小国町出身の建築家である、本間敏夫と徳山義信が手掛けた。 キリズマ型のダイナミックな大屋根をシンメトリーに流したシンボリックなフォルム、キリズマガラス壁の置き屋根を中心とした地域的なシンボルを造形した。三角形の本館前には水を置き、その中央に網走刑務所、博物館網走監獄の鏡橋を模した鏡橋を設置した。この橋は受刑者が刑に服するときのように学生が 鏡橋を渡る時に水を鏡として自分を見めて正しい目的に向かってほしいとの願いを米設置した。このか、2001年に開学10周年を記念して本館脇に建てられた水上農学堂伝統館では例年5月に農学が回れる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。